いや暑いね。いや暑いっすね。今日も今来てるのが代官山ですよ。おしゃれな街です。おしゃれな街なんですけど、T シャツ短パンで。おしゃれな街だからこそこの格好でいいんですよ。あ、そういうことか。当たり前ですよ。しかもだよ、メガネの忘れ物がこんなとこにあるという。本当だ。代官山ならではですよ。なるほど。あ、なるほどじゃねえよ。そんなことはいいんだよ。それよりワッキーさん、斬新なオープニングじゃないですか。どうもワッキーです。でもやめようかなと思って。あれやめちゃうんですね。いや、どう、まあ、でも新しいのを見たいっていうのもあります。あ、そう。毎回やってるとさ、みんな飽きちゃうかなと思って、うん、あ、そういうことですね。で、今日なんでこの代官山に来たかと言いますと、最近オープンしたばかりのチキンバーガー専門店のお店があると。で、最近といっても本当に超最近なの。7月の20日オープン、今日24日です。で、まだ4日しか経ってないのよ。すごい、ワッキー TV にはちょっと珍しいですね、うん、どういうことだよ。いつもだいたい今更感があるね。だいたい発売してから1週間後とかね、下手したら1ヶ月後とかね。今やるのっていうツッコミが来る、うん、もうすぐそこなんですよ。あのみずほ銀行の ATM 通り過ぎたらもう目の前。いや、でもアッキーさん、この秋の映像やっぱいいですね。じゃあ今日は歩いてるだけで終わりにする。食べたい。あ、食べたい、はい、いいんだよ。代官山どこ歩いても便利になるから。せっかくなんで食べたいですもん、うん、これだけでもさ、代官山だから。ここね、俺がこうやれば。お、これインスタにいいじゃないですか。もういいんだよ。引っ張るな。で、もう着きますよ。もう近い。早い。ここ30秒ぐらいじゃない。30秒、1分かかんない。カジュアルな本格チキンバーガー専門店というね、オリジナルスパイスに一晩漬け込んだもも肉を使用している。で、10種類のハーブとスパイスを効かせたオリジナルパウダーで包んだ衣は口当たりが軽く癖になる味わいだと。うわ、美味しそうですね。もう、まあ、これのホームページの情報なんだけど、なぜ日本には気軽に食べられる本格的な美味しいチキンバーガーがないのだろうかと。確かにないよね。言われてみればないの。ケンタッキーフライドチキンさんはあるんだけど、あれはフライドチキン専門店だっけ。これチキンバーガーだもんね、うん。まあ、こういったお店なんですけれども、こちらのお店の情報知りたいですか。よく気になるに決まってるじゃないですか。気になりますか。気になりますよ。気になりますか。ちょっと行きましょうか、うん、じゃあ帰りましょうか。帰るっすか。帰るっすか。帰ろうかな。ここまで来て気になるって言われちゃうとさ、見せない方がいいのかな。いやいや、それちゃんと見せてください。メニューこんな感じです。チキンバーガーの種類が6種類あるんだね。バーベキューエッグ、照り焼き、タルタル、チャイニーズチック。何ですかね、これ。これはちょっとわからん。チーズにハラペーニョマヨ、ケイジャンホット。ケイジャンだからカニかな。まあ、俺個人的に食べたいのはバーベキューエッグか照り焼きタルタルかな。僕気になってるのこのチャイニーズチックかケイジャンホットですね。チーズじゃないんだ。あなたあんだけチーズ好きって言ってるのに。まあ、新しいもの好きなんですよ。あ、そうなんだ。だからこのチャイニーズチック、うん、初めて知ったわ。で、あのこういったフライドチキンなんかもあります。こういったものもあって、サイドメニューもあります。で、最近これ流行ってるよね、マリトッツォだっけ。モーニングとカフェタイムで販売してると。代官山ね、駅の近くに公園があるんですよ。だから今日はね、テイクアウトで買って公園で食べようかなと。久しぶりの公園で、うん、まあ、店内もいいんだけど人が多いんだよ。だからオープンしたばっかりでもあると思うんだけど、うん、おしゃれな街代官山の公園でオープンしたての本格チキンバーガー専門店を味わう動画でございます。長いなタイトル。今時間が16時22分で、今買えば25分に受け取り。結構早いですね。チャイニーズチキンです。ということでゲットしました。で、この坂降りていくと公園があるんですよ。この先にですか。そう。なんかでもこういうシーンいいね。これいい、新しい。新しい。最近こういうの全然やってないしね。いいじゃないですか。どうですかこの辺は。あ、セミがすごいね。セミがすごいですね。いいじゃないですか。夏感満載で。ね。ちょうどいいベンチがありましたね。ね、夏だね。ちょっと一瞬マスクいいですか。外なんで。マスクがやっぱきついね。やっぱこの気温も合わさってみんなきついはずなんだよ。うん、うん、アイスティーです。この時点でめちゃくちゃうまそうな香りする。あ、本当ですか。すげえ。うわ、これはいいね。これがバーベキューエッグ、チャイニーズチック。これか、うん、重さもね、まあまあずっしりありますね。大きさも結構ある。あ、休日のお父さん感がすごい。引くな引くな。いきますよ。
じゃじゃーん、バーベキューエッグ。だからこれは卵ソースだよね。でこの中にバーベキューソースがかかってます。ドゥーアップのチキンバーガー、いただき。うわうん、豪快にいきましたね、うんうん、衣がすげえサクサク、クリスピーみたい。バーベキューソースはねそんなに濃くないね。フルーティーな旨味が詰まってて、卵ソースがその上から優しくなんか包んでくれてるみたいな。仲良しですね、うん、うわ豪快に。あとやっぱこの紫玉ねぎとキャベツのシャキシャキ、この食感がいい。あー、いいですね。うん、でもなんかちょっとこうアメリカンっぽい感じするね。アメリカではチキンバーガー専門店結構あるっぽい。そう、いっぱい向こうはいっぱいあるから、日本はそんなないんだよね、うん、豪快に。うん、でこの下の方に卵のソースがいっぱい。あ、本当だ。結構ソースどっさりだから、女性の方はね食べにくさはあるかもしれない。代官山ってさ、デートで来る場所でもあるから、うん、カップルで食べてもいいんだけど、初デートとかだとちょっと女の子大変かもしれない、うん、あ、そういうこと。付き合って半年ぐらい経ってだったらいいかもしれない。でもそれだけ具沢山でソースもたっぷりかかってる。バンズも美味しいね、小麦の香りがふわっときて。もうラスト一口、早かったっすね。うん、でソースが具が結構残っちゃうから、うん、バーガーパックにこれも最後。これがまた美味しいんですよね、うんうんうん、いやでも結構ボリューミーだね。360円にしては満腹感がある。ああ、いいですね、うん、で俺ホームページにさ、なぜ日本には気軽に食べられる本格的な美味しいチキンバーガーがないのだろうかってあったけど、これ気軽に食べられます。なぜならプライスが安いし、量も満足できるし、あと思ってた以上にね、衣に味がかなりついてます。美味しかった。チャンネル登録よろしくね。めっちゃ爽やかですね。さっきユッチーが撮ってたカメラワークと今俺が撮るカメラワーク、見てる視聴者さん比べるぞ。ということで、じゃあいただきます。ということで、まとめなかったこいつ。おー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 、まあチキンはねさっき俺が食べたのと一緒なんだけど、このソースですよね。もうソースがどんな感じなのかと、でキャベツと紫玉ねぎも一緒。じゃあちょっとオープンしますね、うん、あ、そっちのオープンか。オープンしますね、もう開いてるけど。あ、その前にちょっといい、いただきって言ってもらっていい。あれ、僕も言っていいんですか。おいおいおい、いただき。ちょうどセミも鳴いてるよ。どうなのどうなの。うーん、照り焼きソースに近いんですけど、ちょっとほんのり甘酸っぱさもあって、マヨネーズと相性いいですね、このチャイニーズチックは。あ、甘酸っぱいんだ。そうですね。へー、確かにワッキーさん言ってたよりこれ、うん、チキンがクリスピーですね。そう、ザクザクな衣にで、ちゃんとあと味がついてる。うん、でこれ1個360円なんだけど、ボリューミーでしょ。そうですね、でしょ、食べ応えがあるんで満足感がすごいですね。意外とこれね、ボリュームあるんですよ。あ、ちょ、負けんの。あんまそっち行かないでください。ダメ、こういう画角もいいかなと思って。でそのまま俺帰っちゃおうかなと思って。それはダメです。あ、そうダメ、帰っちゃダメ。それダメです。帰っちゃダメか、うん、しょうがないやつだな。うん、いや本格的なチキンバーガー美味しかったです。その前になんですけど、うん、これいきなり場所変わりましたね。場所変わりました。ちょっとね、公園で食べてたんだけど、子供たちがいっぱい来ちゃって、すごいんだよ声が。元気すぎてね。元気ですね。あの子供たちの声聞きたいんだけど、ちょっとマイクに入っちゃうからさ、逃げてきました。あのドゥーアップさんね、まだオープンしたばかりですよ。このチャンネルではね、珍しいと思います。なかなかないじゃないですか。できたばかりのお店にうちらが行くという。代官山駅の中央口出て、もう徒歩30秒の場所にありますんで、本格チキンバーガー専門店のドゥーアップさん、ぜひ食べに行ってみてはいかがでしょうか。そして今日のコメント紹介なんだけど、まあ開放的な感じなんでね、コメントを多くいつもより紹介しようかなと。最初はね、あっちゃんとしさん、これ嬉しいよ。我が家はオリンピックよりワッキー TV です。あざっす。で続いてはなるなるさん、こんばんは。家族でワッキー TV 楽しみにしてます。一番ハマってるのが長男です。でこのなるなるさんは俺が今まで紹介したお店結構行ってくれてます。うわー、ありがたいですね、うん、今まで行ってますよっていうのが書かれてまして、でこれからも楽しい番組お願いします、うん、頑張ってくださいという温かい応援のメッセージでございます。やっぱりこうやって紹介した店にさ、視聴者さんが食べに行ってくれるの嬉しいよね。嬉しいですね。そして最後のコメントは、この方心配です。強日剛さん、このチャンネルの
食べっぷりはいつも最高です。マッキーさんが美味しそうにチャーハン食べてるところを見てたら貝ひもで二重飛びしたくなりましたという意味のわからないコメントの後に PS 家賃2ヶ月滞納中ですという。でこの方ボケてるのか本当なのかわかんないんだけど、一応俺これ返信したのね、あの家賃は払ってくださいねっていう普通すぎる返しですいませんでした。まあ ネタなのかなと思うんだけどさ、家賃2ヶ月滞納してる人も見てるんだっていう、なんとも言えないね。そうですねということでこのように毎回コメントをご紹介しておりますので、皆さんからのコメントをお待ちしております。それと高評価もよろしくお願いします。でここで最後にチャンネル登録もよろしくなとかやってるんだけど、せっかくさ公園だとかこの螺旋階段とか橋があるんでね、何かこういうの使ってチャンネル登録よろしくやりたいと思います自分でハードルを上げてしまうというチャンネル登録よろしく。おじさんすいません、すまんです